中区諸島は西太平洋カロリン諸島内に位置する島々。周囲2 0 0トルに及ぶ世界最大級の保障、中区干渉とその中に位置する複数の火山島群からなり、248もの島々が存在する。かつてはトラック諸島、またはトラック島と呼ばれていた。現在はミクロネシア連邦の中区州に属し、州都、ウェノなど、 州の主な機能が集まっている。トラック島風州で沈んだ藤川丸。今ではダイビングスポットとして知られる。中区干渉に人類がたどり着いたのは西暦の起源前だと考えられている。具体的なルーツははっきりわかっていないが、現在のところ最も有力な説は、ソロモン諸島やビスマルク諸島方面からアウトリガーカヌーに乗って北上してきた航海者たちが、 この島々に住み着いたというものである。その後スペインの植民地となり、ついでドイツの植民地を経て、第一次世界大戦集結後の国際連盟決議にて大日本帝国の委任統治領となり、1922年に南洋町の市長が置かれた。武装化は禁止されていたが、1933年の国際連盟脱退1936年の ワシントン海軍軍縮条約執行などにより、加速度的に基地の整備が推進され戦略上の要衝となり、第二次世界大戦の敗戦まで統治を継続した。その後はアメリカによる国連新宅統治を経て、1986年のミクロネシア連邦独立に至る。旗ミクロネシア連邦の一州を成しているが、同時に古代からの主張性も残存している。 主張は現在でも強力な権威を持っており、無視しえない存在である。鳥島出身で日本プロ野球の毎日オリオンズに所属した元投手の相沢進が主張会議の議長を務めていたこともある。2006年時点での主張は36人。主要な言語は中国語である。中国干渉の離島として扱われるブルワット干渉やプンナプ島には現在も 伝統的な公開術を伝える広報士たちが存在している。中区国際空港2018年10月13日より2019年3月30日まで、成田国際空港からポートモレス B ・ジャクソン国際空港直行便に変更となった。水曜便運休による期間限定処置ではあるが、その後の再開は未定である。日本船の南洋貿易をきっかけに、 トラック島の三名寺が1893年に訪日している。1938年当時の人口はトラック市町内だけで17,555人を数えており、特にかつてドイツの駐在地であり、学校や病院が整備された夏島は1,706人の日本人と1,263人の現地民が住んでいた。アメリカの植民地、 フィリピンと太平洋艦隊母港の真珠湾を結ぶライン上に位置するという地理的重要性と太平洋の荒波から干渉によって隔離された広大な内海という白地能力の高さから日本の真珠湾内市太平洋のジブラルタルとも呼ばれ日本海軍の一大拠点が建設されたこの大干渉を基地化したことで海軍は 予想艦隊決戦海域を小笠原沖からマリアナ沖へと前進させるなど基本戦略に大きな影響を受けた。トラック島に停泊する大和と武蔵1941年に入ると武装化に拍車がかかり、竹島飛行場は陸上攻撃機の離着陸が可能なように拡大整備され、夏島には水上機基地が設けられた。それらの工事には 日本国内から送られた囚人たちが動員された。島々の各所には要塞法が設置され、3万トンの重油保管タンク、4000トンの航空燃料保管タンクの設置も進められた。小松や南国領などといった有名な海軍料亭の支店もあり、将校の接待や階段にも使用された。干渉内は航空母艦が 全速航行しながら環状機を発艦させられるほどの広さがあり、散在する島々には日本語の名前が付けられていた。トラック島空襲太平洋戦争中は、連合艦隊主力が進出、優れた白地能力を活かし、根拠地として能力をいかなく発揮。また、ラバウル航空基地をはじめとする港田基地への中継地として、 航空移動の中心的役割も果たしていたが、大型船が着岸できる岸壁などはなく、ドックなどの船舶修理設備もなかったため、損傷艦運転の修繕は応急処置にとどまり、本格的な修理は本国への開港が必要であった。ソロモン諸島の戦いの頃は燃料補給不足や船舶不足により、タンカー調達も、 ままならず3万トンの重油保管タンクはすでに空の状態であり、大型艦の訓練にも支障をきたした。マーシャル諸島がアメリカ軍に占領された後は、アメリカ軍の大規模な空襲の恐れが高まったため、主力艦はペリリュー島に退避した。1944年2月17日18日に、アメリカ軍の機動部隊の大規模な空襲を受け、実質的に、 軍事基地としての機能は失われた。また退避が遅れた、徴用調整や特務官艇などの支援艦船などは、座礁しながら、奇跡的に脱出に成功した、宗谷など一部を除きほとんどの船が撃沈されている。飛び石作戦を取っていたアメリカ軍は上陸せず、終戦まで日本の支配下にあった。ただし、マリアナ諸島陥落後は、補給を断たれ、中流部隊は自給自足を強いられた。 現在でも各地に日本軍基地の跡が残り、空襲で沈んだ艦船はダイビングスポットになっている。約40隻ある沈没艦船の腐食が進み、燃料油の漏出による海洋汚染が懸念されているため、日本政府は船体の補強や油の回収といった対策を計画している。中区諸島の地図中区諸島の地図春島の中心街、春島の前景左が夏島。 右が飛行場だった竹島夏島にあるトラック公園の石中北島日本統治時代からあると言われている北東水道に残る東大日本による移民統治が行われていた時代は日本語の地名が付けられていた。なお、旧時代は新時代に改めた。小子と外海を結ぶ水道はそれぞれ次のように呼ばれていた。このうち、 大型艦船の航行に適していたのは、エバリッテ水道、北東水道、南水道である。南洋トラック島の王子雷町新聞修正、明治編年史、第8巻、臨戦車、1936から1940、南洋軍島外艦南洋町長官官房調査課、南洋町、1938、トラック諸島の旧海軍沈没船、油流出防止を支援。 読売新聞有刊、http www. 読売。c o j p e c o 2 0 1 7 7 2 2と 1t5068html ハットフォトエッセイ。サウスイングジープアイランド吉田博士。文。宮所の岩根。写真。写真集。ジープ島。中村育夫。ありがとうございます。